おや、マスター君。今日という日に廊下をあてもなく商用するとは。君もバレンタインのチョコ狙いってことかな。それは結構。恋の喧騒、愛の冒険はじゃんじゃんやるといい。ほら、私だけがナンパに勤しんでいると体裁が悪いだろう。でも周りみんなが空騒ぎをしてくれれば問題はない。木の葉を隠すのなら森の中、姫事を隠すならパーティーの中ということ。うん、その手に持っているものはまさか私にかい？本当に？そうか、実際糖分をもらっても栄養にさえならないんだけどね、僕は。でもその気持ちは大変美味しい。精神活動が私たち無魔のエネルギー源なんだから。特に今のプロセスは何とも言えない感覚だった。ふわっとしているようで粘性があり、しつこいようでもっと味わっていたいような手触りだ。うむ、これを甘いというのだろうね。見ているだけではわからないとはこのことだ。うん、これはぜひともお礼をしないと。というか、用意しておいた甲斐があった。これを受け取ってほしい。私の手作りの工芸品で、金銭的に価値はないものだけど。ちょっとだけネタバラシをするとね。彼と僕は似た者同士だ。発生した時の経緯が似ているとも言う。だから姿形が似ているのさ。なのでそれを見るたびに僕らを思い返すといい。星の内海から君たちの営みを眺め続けた。それだけが日々の糧だった獣たちの物語をね。ハハハハハ。